さあということで今回からタイマ市インド乱古警部のシナリオを見ていこうかなと思います。前回で床編の神隠しをですね S クラス既得率 100% にすることができましたので、あとはスキマルか、こちらもですね 100% になりましたんで、おそらく残すところはこちらのみとなったのかなということで、行きましょうか。総合既得率もね 98% ですからね、頑張っていきましょう。いきなり二つワードが来ましたね。仏滅はどうも気の乗りがようない。六葉なんざに左右されるとは、うちもまだまだ修行が足りんな。まったく、こんな日にこんな場所に呼び出しよって、師匠に見つかりでもしたらどないしてくれんねん、あのおっさん。おっさんはよせと言ってるだろう。あかん、いつの間にか苦心出とるみたいや。それにしても相変わらず油断も隙もないおっさんやな。どうもやすやすとうちの前に入ってきよるとは。で、何のや？こう見えても忙しいやから、あんまり気安に油断さんとってほしいねんけどな。またギャンブルか？そう。今日はスロットの新機種が入荷って、ちゃうわ、仕事や。ノリツッコミだ。このおっさん、お前やりにくいわ。昔からの付き合いから、うちの行動はまるっとお見通しやもんな。賭け事はほどほどにしよっこだ。お互い決して運のいい方ではないからな。ギャンブルは人生の縮図や。うちは修行のためにやっとんねん。ほっといてんか。なら早速仕事の話入ろうか。ほら来たで。今度はどんな仕事を持ってきよったんや。またどうせほどものおもちゃ探しか尻拭いやろうけどな。プロジェクトメタモルフォーゼという研究をしてるか。ここ数年の間で組織が立ち上げたプロジェクトなんだが。なんや？ご大変そうなネーミングやな。何の研究してるんや？都内にある私立花峰高校の敷地で殺生石と思われる物体が発見されて。殺生石。殺生石やて？あかんあかん。うちの仕事が動揺しもた。心の乱れは気の乱れ。冷静に、冷静に。組織は殺生石に秘められた負のエネルギー。つまりは、怨念や呪いのことだが、それを解析して、軍需産業に利用したいらしい。相変わらず、ろくでもないことばっかり考える連中やな。その情熱を世界平和に移そうちゅう気にはならんのかいな。奴らに期待しても無駄というもんだ。それはお互いに身をもって思い知らされたはずだろう。つまらんことを思い出すなんて、結託その悪い。妻と一緒に影にこもっていた毒菌を吐き出すにゃ。ペッ、ペッ。あ、しもた。よう考えたら、ここ、寺やった。まあ、いいか。うちの妻は特製やつだけど。特製なんだ。奴ら、呪いをウイルスか何かと、同列に考えようとしてるらしい。発想はユニークだが、呪いの意味を理解できない人間が理解するために、こじつけた理論に過ぎない。いずれにしろ、組織は、殺生石の回収を望んでる。そこで君の出番というわけだ。殺生石中高でどうせ取るに足らん破片やろ。そんなもん回収するだけやったら他のやつに頼んだらええがな。そういうわけにもいかんのだ。二日前問題の花峰高校で女性へと外出した。おそらく殺生石が原因だ。花峰高校ね。あれをそのまま組織に渡すのは危険すぎる。奴らに気づかれないよう呪いを封じるのが君の仕事だ。インド乱古警部。復讐。
花見高校だね。二人目の犠牲者が出てもうたか。難運垂れ込めてきとるな。恨み、嫉妬、愛憎、人間の負の感情がプンプンによって広がる。おっさんの情報やと死んだ女性との名前は伊藤かおり。一人目の犠牲者、長谷部成美とは友達あたらしい。初めはただの自殺やと思っとった。所轄の連中も二人目の自殺者に慌て出したよな。捜査一課の連中も思い越し上げよったんはええけど、うちの仕事の邪魔だけは勘弁してほしいもんや。同じ検察畑の人間とはいえ、あいつらとうちじゃ仕事の内容が違いすぎる。説明したところで理解できるはずあらへんから、こうやってこそこそせなならんわけやが、苦労するでほんま。さてと、ほなぼちぼち行こうか。怨念渦巻く学び屋へ。ここが現場になるとは結構ショックやな。こないだ調査した時、複数の邪念を感じた境、狐封じの札を貼っといたのに、敵さん質のええ触媒を手に入れたみたいやな。こりゃ一筋縄にはいかんかもしれん。やれやれやで、さすがな。これはお、あれは捜査一課の席やないか。課長自ら人員等指揮とはご苦労なこっちゃ。それとも楽そうな事件やからできたんか。まあとにかく気づかれんよう捜査状況を切っ取らせてもらおうとしましょうか。気配消して死角に隠れたら、あの程度の連中に見つかることはまずないやろ。誰がどう見たってただの嘘じゃないか。どうして我々捜査一課が出動しなくてはならんのだ。所轄の連中は何を考えてるんだ。先週死んだ女性とも自殺だったんだろ。監察医の増浦教授が自殺と断定したと聞いたぞ。今回無線決まっとる。アホかあのおっさん。それとも考えるのが面倒くさいだけなんか。ようそんなんで一課の課長が務まるもんよね。カサミ、こちらは犬医署の小暮刑事だ。一人目の自殺者について情報もらっておけ。すると今後は小暮刑事と組んで捜査に当たれ。この場面ね。あいつらがおっさんの言うてた候補かいな。風見っちゅうのはなんや頼りなそうやっちゃな。どうせキャリア組のボモンやろ。あのでかいのは所轄の刑事か。あいつこの図書室に立ち込めとる邪悪な木に感づいてるみたいな。なかなか鋭い霊感や。本人は気づいたらみたいけど、磨けば光るかもしれん。もっともそれが本人の幸せとは限らんが、とりあえずしばらく様子見やな。使い物にならんようやったらすぐに候補から外れてもらう。この前の候補は気の毒やったからな。二の前は踏ますそうない。人間死んでもたら終わりや。さあ、鴨根大学附属病院ですね。あの子、何をするつもりや。ここ数日の捜査で神山以下なる女性とが呪いに取り憑かれとるちゅうことは分かった。問題はどう対処するかや。まさかあの子を始末するわけにはいかんからな。娘はただの職場や呪いの源たなあかん。肝心なのはその呪いの根源や。それを知るために神山に張り付いたはええんやけど、驚いたことにあの子、カサミらと接触するみたいや。ひょっとしたらまだ完全に取り憑かれとるわけやないんかもしれんな。凶暴な霊力、欲しまな欲望をまといつつも、人としての理性を残し葛藤するわけか、哀れやの。けど、せっかくのチャンスや。いずれ、あの子を救うにしろ、葬るにしろ、どの程度の霊力を持ってるかテストしとこうか。それに、あの坊やたちの腕前も、見ときたいしな。お、ラッキー。こんなところに無人の車発見。しかも運転席の窓がチートばかし開いてるなんさ。日頃の善行あればこそやな。こいつをテストに使わせてもらうか。そういうことが。持ち主には気の毒かもしれんけど、まあ保険でなんとかなるやろ。そもそも運なんてもんは幸運と不運とのバランスの上に成り立っとるんや。うちが得した分損するやつがおる。人の世のこだわりや。ファニーよね。恨むんやったら神様な。さあ、しおさん出番や。細かい形式は面倒やし、省かせてもらうで。結果として、キツネスキーが払えたら、それでいいや。これでよしと。案長、頼むで。念を吹き込んだ札が無人の車を発進せる。ガソリンなしで動くさかい、地球にも優しい。優しいな。
よっしゃ、そのまま神闇突撃や。エコーを超えた何かですね。テスト終了。思った以上の成果や。いいもん見させてもらった。あの小暮とかいう大男、神山を突き飛ばしてうまいこと受け負った。なかなかの反応や。目で見て反応したきゃない。うちが札に込めた念に反応したみたいや。やっぱり睨んだ通り、ええ霊感してるわ。けど、うちじゃ見逃さんかったで。あの神山中子、車に衝突する寸前、尻尾を表しよった。こいつはチートばかし手強いかもしれんな。マジで。うわ、めちゃめちゃ舞台裏見られてる感じで、本編のね。すごいな。やっぱ警部動いてたんだな。こんなもんで状態やろ。ここまでやっといたら戦勝石の怨念も当面は封じ込めるはずや。よっぽどのことが起こらん限りはな。あの日、このように存在しおる魑魅魍魎は最後の一匹まで牛の手で滅ぼし尽くしたる。あの日そう誓ったんや。見てるかんた。翌日、とんだおさんや。まさかあの標本が破られるとは。偶然の落雷やで。そんなわけあるかい。こいつや、こいつの仕業。邪念をほんの少しばかし残した殺生石の範囲やと思ってたが、とんだ見当違いやったで。いや、もしかしたら初めは他の破片と同じ程度の念しか残っとらんかったかもしれん。それがこの学校に渦巻いてるどす黒い感情を養分にして声で聞よったんや。神山以下、あの子の心に救う闇がこいつを育ててしまいよったんや。風がやんだ。生命の生液も大気の息吹も断された完全なる無の状態や。結界か。女の声や。気品の中に傲慢と尊大を兼ね揃えた生まれながらの支配者の声や。とうとう尻尾を出しよったな。人に名前を言うときは、まず自分から名乗るもんや。警部強いな。長いこと学校に潜んどいて勉強せんかったんか。生意気な女め。わらを誰と思うておる。誰て、端門の前やろ。それとも中国は。陰陽朝の皇帝、中央の皇、脱起と答えた方がよかったか。けど古代インドマガダ国はハンス公の日、火曜夫人や周王朝幽王の長期王子順者、ちょっと知名度が低いしな。そなた、ノンミョンジ安倍の安鹿に正体見破れて下の国なすので射止められた挙句殺生石へと変化した未練の妖魔。かわいそうにしころになっとったとこを元老和尚に鹿主で打ち砕かれてしもうたという悲劇のヒロイン、反物前。つまりは金毛九尾のキスや。そなた、そこまで知っておりながら、わらを押せるのか。元老和尚に砕かれた殺生石の破片は、那須以外にも全国に飛び散っとる。このキスエンスカもその一つや。
完全に力を取り戻したあんたな、マジも。せこい残り生かすなんかに恐るんだるいわ。今日も破れても、うちには勝てへんで。お前、要するは、人間め。待って、今回、うちが滅ぼしたらは。でも完全にさ、ケイブの方が警部の方がもう強かったもんな、今やば。え、一番怖いかもしれん、一番強いかもしれん、ケイブが。やるやないかい。残りかす言うても馬鹿にできんな。伊達に年は食っとらんちゅうことか。にしてもなんでうちが苦労してあいつらのケツを脱がなならんねん。ほんまあるらしい、このわらわらが人間ごときに。ぼちぼち終わりやな。あと2点もあればチェックメイトや。終わったら飯食ってサウナ行ってマッサージしてもろて爆睡コースや。そらとまさか安時間の末裔か。そないにご立派な代物やない、ただの元主婦や。タイマシインド乱行メイドの土産に覚えとき。どうだ、わらわにとろめさせならそれもよかろう。だが断末魔の苦しみをあの者どもにも分かち守ってもらおうぞ。それでも言うのか。まったくタイミングのある連中や。この時にのこのこ出てきよってからに。あのおっさんの言い草やないけど、やっぱりうちは運のええ方やなみたいな。幸運と不運のバランスはここまで一方的に悪い人生も珍しいんとちゃうか。まあうちの場合とっくの昔に神さんに見放されとるのかもしれんけどな。甘いの人間は。さあまたお寺ですね。どうしようめが。こないな中退さらす羽目になるとは情けのうて涙が出るわ。けどあばら三本で済んだんは不幸中の幸いか。うちの幸運ってこんなんばっかりやかな。もう起きておったか。まだ動ける体じゃあるまいに。若者は回復が早いんですよ。モルタン薬もよう効いてるみたいし。あのムカデガンたらいう舌がしびれるほど苦い飛躍のおかげで嘘やなしに痛みは随分マシになった。薬を飲んでも骨がひっつくわけじゃないぞ。痛みはごまかしておるにすぎん。無理やせんことじゃ。無理なんぞしとりませんで。モーテルの毛がいつもがですわ。これもほんまや、あばらが折れたから言うていちいち寝込んどったら隊員は影をやってけん。あの時お前さんの境遇に同情したのは失敗だったの。いくら恨みを晴らしたとこで、それは新たな憎しみを呼ぶだけぞ。また説教会な。年寄りはすぐ説教をするさが嫌なんや。あえとこ置いてましよ。ほなうちはこれで失礼しますさ。ドローンですね。なあ、それと蔵に転がっとった御古書拝借してきますぜ。おい、あれは三代前の住職が化け猫を退治された時お使いになった。やば、36件逃げるが勝ちや。逃げるが勝ち。大きに師匠、そのうち返しますから安心したはれ。うちが生き残ったらの話だけどな。さあということで花峰高校かな。さて生きるか死ぬか大爆死の始まりや。
もうノリがなめちゃめちゃ強いな。タモちゃんおるか、おるでーって多分出てきますね。お、毎度。なんや、昨日よりも邪気が増しとるかな。こっちは病み上がりやのに偉いハンデやで。尻尾を巻いて逃げたと思ったが、またあればれよったか。あれは戦績でダイヤ、あんたを滅ぼすためな。言うな、タラヤ。とりあえず好き放題言うとこか。堀犬女人の、そんなに死にたいかい。死ぬ気はもうたらへん。こっちにはとっておきの施策があるんや。ハッタリも戦術のうちや。そのハッタリが施策っちゅうのは金すぎるな。こうして話してるうちにも、たんもの木は増幅しとるようだ。職場に至る神山の頃が負の感情に流されつつあるっちゅうことか。急がねやならんな。行くで、覚悟しや。そなたの血、一滴残らず吸い尽くしてくれようぞ。近頃の若者は何故死に急ぐかの。ご老体、彼女は勝てますか。それを切磋に聞くのかね。お前さんも残酷な男じゃな。我々は神に選択肢を剥奪されたんです。もう生きる道はこれしかないんですよ。復讐か。生きる目的としては悲しすぎるの。そのたのち、なかなかの耳ぞ。憎しみがたっぷり含まれておる。それを機に、けど食い逃げあかんで。お代はきっちり回らんとな。なあしんど、さすがにこの体がきついわ。まだ昔よるか。そなたが守らんとしておる者の本性を見てもなお同じことが言えるかい。何言ってるの。私は知らない。そんなことをしてないわ。転校してばかりのあなたにどうしてそんなことがわかるのよ。綺麗な顔が捨てるわよ、神山さん。好きな人前で真実をばら下げて、さらかし動揺してるでしょうね。あなたは本当に野沢君のことが好きなのね。でもダメよ。彼の心は咲田美沙のものなんだから。この場面か。あっちもいよいよ大詰めみたいやな。どうじゃ、あれがそなたを守らんとしてる者の本性じゃ。何百年経とうが人間の本質は何も変わってはならぬ。人間の欲望はわらわの糧、人間の憎しみはわらわの喜び、人間の恐怖はわらわを癒す、人間の愚かな感情がわらわを育てるんじゃ。恥誇り腐って気に入らんな。とはいえ、今のうちに打つせはない。どうしてもんやろ、この状況。さあ、そろそろ幕を引こうぞ。今度逃がせば、あの者たちの命を代わりにいただく。分かっておろうな。万事休すか。なんや、見事や。田村のやつ、突然苦しみましよった。一体全体何が起こったんや。あれが原因か。結果の差で神山が刺れとる。触媒が傷ついて木が大きく乱れたんか。ビッグチャンス到来や。
やれやれ、あっちもなんとか片付いたみたいな。あの二人なかなかやるやないか。おっさんか、例の件片付いたで。ああ、うちは大丈夫や。接触席は使い物にならんようにしといた。これで組織の手に渡っても安心や。ほな、あたの処理はよろしゅう頼むで。ああ、疲れた。毎度ながら裏方は大変やわ。命がいくつあっても足らへん。まあ、あの二人が配属されよったら、うちの分まで張り切ってもらおうか。それから数日後。で、やってくるわけですよね。気負ったか。カサビに告れ。二人とも、ええ、スラマンや。まさかとは思ったけど、ほんまに来るとやな。なんぼ一人不足や言うたかで、こないなガキ二人もよこして何考えとんねや、のっさん。なんて、口では言うてみたもの、内心では期待しとるんや。この新規臭い、しかも少しは逃げやかなるやろ。おもろなってきたで。けどな、これからあんたらが出くわす真実は、まあええ、先生頑張るこっちゃな。戦死鉱石の範囲は全国各地に散乱しとる。これで終わったわけはないや。今回みたいに人間の感情がただの破片やった戦死鉱石を変えてしまいよることも十分にあり得る。うちは無数にある範囲を一つ払ったに過ぎんのや。けどうちは諦めへんで。このようにはびこる地位猛領どもの一匹残らず滅ぼし尽くすまでやな。
さて、入り紙警視庁怪事件ファイルいかがでしたでしょうか。今回で総合既読率 100%、 そしてデータベースのコンプリートで完全クリアすることができました。プレイ時間は約35時間くらいですね。都市伝説を題材としていた内容となっておりまして、主人公の風見さんが小暮さん相棒に事件を解決していくというお話。やはりね、都市伝説怪談系ではあるので雰囲気のある作品ですよね。そんな中ですね、怒涛の小暮さん維持であったり、突然の逆要素だったりも入っていて、ユーモアある内容にはなってるなと感じました。個人的にはですね、しっかりと複数ルートを見て明らかになるものもあったりするところがいいなと思いますね。通常クリアだけだと謎がちょっと残ると言いますか、あとはですね、隙間録の方で裏側も見られたりするところもいいなと思いました。今回ですね、日本一ソフトウェアさんから公認という形で動画配信をさせていただきましたこと、本当にありがたく思っております。配信制限などは特に設けられてないので、入り紙2、3の完全クリアも目指していけたらと思っておりますので、チャンネル登録、元 Twitter、X ですね、のフォローなどもしていただけますと嬉しいです。よろしくお願いいたします。そして次回作についてです。新しいシリーズとしては、本来8月に始める予定であったペルソナシリーズを何か始められたらなと考えております。現在準備中です。11月にですね、ペルソナ5のタクティカ、そして2024年の2月にはペルソナ3のリロードも出ますからね、楽しみですよね。コメントの方もしっかりと読ませていただいてます。本当にありがとうございます。同じ時間をシェアできる動画、これをね、ずっともっととして活動しておりますので、今までコメントを書いていなかったという人もこれからどんどん書いていただけますと嬉しく思います。とてもモチベーションになっておりますので、一言でも嬉しいのでお願いいたします。いつも書いていただいているという方はね、これからもぜひよろしくお願いいたします。ということで、また他の作品などでお会いいたしましょう。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。